ボンドリーと共にクロスチェーンブリッジを構築。IOG は2021年10月22日に、ユーザーがカルダノとイーサリアムのネットワーク間で NFT を移動できるようにするために、NFT プラットフォームなどを運営しているボンドリーと協力して、カルダノネットワークとイーサリアムネットワークを接続するクロスチェーンブリッジを構築していくことを発表しました。本日ボンドリーファイナンスと共同で、カルダノとイーサリアムのネットワークをつなぐクロスチェーンのブリッジを作成して、ユーザーがネットワーク間で NFT を移動できるようにしていくことを発表しました。詳細は以下のボンドリーのブログをご覧ください。ボンドリーは、音楽、アート、ゲーム、スポーツなどといった様々な分野に関連した NFT サービスを展開しているプロジェクトであり、バイナンス、チェーンリンク、アタリ、OKEX ブロックスチェーンベンチャーズ、プラスムネットワークなどをはじめとした様々な企業、団体とパートナーシップを結んでいるほか、今年9月にはブロックチェーンゲーム開発などでも知られる大手企業、アニモカブランズがボンドリー株の過半数を取得する契約を締結したことなどでも大きく報じられています。環境に優しいカルダノに NFT を簡単移行。IOG とボンドリーは今回のパートナーシップを通じて、カルダノとイーサリアムのネットワークをつなぐ公式のクロスチェーンブリッジを構築するとのことで、公式発表では公式ブリッジによって、NFT クリエイターはエネルギー消費の大きいイーサリアムブロックチェーンから、環境に優しいカルダノブロックチェーンに NFT を簡単に移行できるようになると説明されています。公式ブリッジが構築されることによって、NFT クリエイターはビットコインの400万倍のエネルギー効率を持つ環境に優しい代替手段を選択することができるようになります。また、カルダノブロックチェーンは NFT の作成と移転において、クリエイターに価格の予測可能性と安定性も提供します。パートナーシップの最初のプロジェクトとなるこのブリッジの開発により、NFT クリエイターはエネルギー消費の大きいイーサリアムブロックチェーンからカルダノブロックチェーンに NFT を簡単に移行できるようになります。ボンドリーは、IOG と共同開発されるこのブリッジは、イーサリアムの POW ソリューションのエネルギー効率の悪さに対抗するために、NFT クリエイターに環境に優しい NFT ソリューションを提供すると述べており、現在のビットコイン、イーサリアムは、オマーンとコロンビアに相当する量のエネルギーを使用しているが、カルダノは家庭用エネルギー相当しかエネルギーを使用しない。また、カルダノは価格の予測可能性と取引コストの安定性を提供しており、クリエイターは取引の損失や予期せぬコストの上昇といったリスクを負うことなく、NFT の鋳造や送金を行うことができると説明しています。カルダノとイーサリアムをつなぐ公式ブリッジは、2022年初頭頃にリリースされる予定とのことで、ボンドリー社はカルダノのスマートコントラクト機能提供開始を記念した、エコフレンドリーな NFT の特別シリーズと、クロスチェーンブリッジの開始を記念した NFT を発行するとも報告されています。ボンドリー、IOG 代表者からのコメント。ボンドリーの CEO であるハリー・リュー氏、イーサリアムとカルダノの間にクロスチェーンの NFT ブリッジが構築されることは、レガシーなブロックチェーン技術から最も注目されている第三世代ネットワークの一つへの移行において、極めて重要な瞬間を意味します。当社は NFT ムーブメントの先駆者の一人として、NFT の進化の次の段階を告げるインフラの構築に重要な役割を果たしていきます。IOG の CEO であるチャールズ・ホスキンソン氏、私たちはエネルギー効率を考慮してカルダノを構築しました。だからこそ、ボンドリーとのパートナーシップは非常に重要です。ボンドリーとの提携によって、NFT クリエイターは環境面で妥協することなく、トークン作成のための主要なソリューションにアクセスできるようになります。また、ボンドリー社は相互運用性に対する我々のコミットメントを共有しています。私たちは、エンドユーザーがどのブロックチェーンを使用しているかに関わらず、シームレスな体験ができて初めてブロックチェーンの大規模な普及が実現すると考えています。今回のようなブリッジはそれを実現するものです。イーサリアムのブロックチェーン上では、すでに様々な種類の NFT が発行されていますが、カルダノとイーサリアムをつなぐ NFT ブリッジが構築されることによって、
今後はそのような NFT がカルダのブロックチェーン上でより効率的に取引できるようになっていくと期待されます。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。